人間知能システム工学専攻准教授の池本です。まあ、僕の研究、僕は基本的にロボット屋でして、まあ、ロボティクスをやってます。で、まあ、その中でも特に、まあ、生物を規範とする、まあ、生物規範ロボティクスとか、まあ、あるいはまあ最近のソフトロボティクスとか、まあ、そういうふうに呼ばれる分野で、まあ、メインに仕事しているところですね。で、どういったことを言ったらいいのかな。生物規範ロボティクスは、そうですね、まあ、すごく、まあ、今年、あれですよね、その自粛期間中で遠隔授業とか、まあ、結構ありまして、で、なんかそのオムニバス形式の、授業とかもちょっと増えてきたので、まあ、なんかその生物規範ロボティクスについて紹介しようみたいな、なんかそういう、まあ、動画を作ったりしてるときに、まあ、自分でもいろいろ調べると、まあ、よくよくわかるんですけど、やっぱ古いんですよね。すごく古い分野。で、まあ、昔からそういう生物規範とするロボティクスって、まあ、あって、まあ、でも、やっぱりこう、みんながすごい面白いと思ってやるし、まあ、いろいろすごく、なんというか、こう、示唆に富む知見みたいないっぱい出てくるんですけど、まあ、やっぱこう、微妙にこう体系化されてないというか、まあ、生物を規範として何か作ったら生物規範ロボティクスだけど、その背景にあるその論理とか、まあ、その裏にある例えば理論とか何が違うのか従来と、なんかそういうことがやっぱ体系化されてない感じが、まあ、今のところあるんですよね。まあ、なので、まあ、ちょっと、まあ、難しすぎるトピックかもしれないですけど、まあ、そういうことやっていきたいというふうに思ってます。